皆さんこんにちは。新宿復興協会の牧師、またロボデンドネットワーク代表、菅野直樹です。5月の今日は16日、皆さんの人生は毎日いかがですか？誰の前で生きているでしょうか？聖書は2つの存在を教えます。まず第一に、それは悪魔がいるんだ。かつて私たちは罪の奴隷であり、またその首輝きのもとで縛られ苦しめられてきました。悪魔はそう簡単に人を離そうとはしません。しかしイエス様によって私たちは解放されていますけれど、またもう一度奴隷にしようと悪魔は企んでるんですね。ということはですね、私たちはこの悪魔がいるということをいつも意識して、罪の誘惑がやってくる、そして試み苦しみがやってくる、その時に、ああ悪魔がいるな、私たちはその時にもう一つ持たなきゃいけない意識がある。悪魔の前だけじゃなくて、神の前に生きているという意識です。神の前に生きているということは、悪魔がいるとともにその何億何兆倍はるかに強い神がおられる。だからその神に信頼して、その神と共に歩んでいくなら大丈夫だってことです。悪魔は舐めてはいけません。人間よりもはるかに強いです。しかし神が共にいれば、私たちはこの悪魔に勝てます。いじめられっ子の A 君が学校でいじめられていました。まあお兄さんの B 君がやってきて、お前ら何やってんだ、俺の弟だぞ、まあそうやってですね、脅かしたんですね。それ以来亡くなったんです。いじめられなくなったんです。それと同じようにですね、イエス様が共におられるなら悪魔は近づけない。私たちはこの悪魔に打ち勝つことができるんだ。そのことを覚えたいと思うんですね。今日もこの方の御前でいきましょう。御前に行き、ひざまずき、心から御前に行き、すべてを捧げ、感謝捧げ、祈り捧げ、讃えます。それではまた明日もお会いいたしましょう。素敵な一日でありますように。さようなら。